皆さんこんにちは、エキスパースの吉香です。はい、皆さんこんにちは、ACCの岡です。はい、今日ですね、実はニュースを撮っていこうと思うんですけれども、今日配信予定だった、動画っていうのが8月の27日の今週の木曜日ですねに、アップする予定になりました。なのでちょっと変更しましたのでご了承ください。で、本日ですねお伝えしたいニュースなんですけれども、はい、WA 州の西オーストラリア州のニュース、ちょっと何点か新しいのがありますので、そちらと東側のところですね、そちらのニュース、あとは、皆さんがちょっと気になっているであろうニュージーランドのニュースでございます。はい、ちょっとそこに焦点を当てて、お話をしていこうかなというふうに思っております。はい、まず西オーストラリア州のところから行きたいんですけれども、編集長、ホテルの隔離からですね脱走したお話ありましたね。久々だよね、前に一人いながらさ前一人いた人は35歳だっけ？ 35歳ですよね。はい、30代。国内からバース移動してきて、アーマデルっていう地域があるんですけど、まあ、空港よりちょっと内陸行ったところなんだけど、そこに住んでる彼女に会いたくてで、ホテルを脱走して結局捕まり、このパスのある西オーストラリア州に関しては、まあ、警察とか軍隊がホテルの警備とかもやってるから、それでもうあっという間に捕まり、その監視カメラとかの、ね、映像で捕まり、証拠も出され、結局1年間刑務所かな。結局その今回のね、その吉川さんが今から出ますけど、はい、ね、少女が2人脱走した。少女っていうか女性が2人脱走したんでしょう。そうですね、19歳の方と22歳の女性の方なんですけれども、アデレードからパースの方に、パースのご家族住まれてるんですよ。なのでそのアデレードの方からパースの方にスクールホリデーの期間だったのかな、それで帰ってきたっていうところで、8月のですね17日の月曜日ですねの8時20分の午後8時20分にパースに来たみたいなんですけれども、許可書っていうのは持ってなかったんですよ。取ってなかったんだ。取ってなかったんですよ。でそれで、そういうのがあったんで、その警察側としてはアデレードにこうリターンさせようっていうので、じゃあちょっとその間ホテルの方に隔離っていう風になったみたいなんですよね。で、そのホテルに着きまして、でそれがですね市内の中にあるホテル、ノボテルなんですよ。レーストリートにあるんですけれども、そこから、その日の深夜明けて8月の18日の火曜日、午前1時半にですねタクシーを捕まえて、ご家族のところに向かってしまったっていう話がありますね。で、そのご家族が住まれている地域なんですけれども、アドベンチャーワールド、パースで一番大きい遊園地ですね。南の方にあるんですね。はい、南の方にあります。で、クールベラっていう、ちょっと発音が私は合ってるかわかんないんですけれども、そこでそこまで行ってしまったっていうのがあります。逮捕された時間はですね、その日の朝の9時。に御用っていう風になったみたいなんですよね。いやー、びっくりだよね。びっくりしましたね。若気の至りっていうかね、でもちょっとね、この件があってからね、マクゴワンさん、州知事のね、プレミアのマクゴワンさんもちょっと危険人物というかね、そういった方に関しては、そのよくアメリカのハリウッド映画とかやるじゃん、こうアンクルつけてこう巻いてさそう、GPS つけるみたいな、結構全貌的に見るとそれはやりすぎだみたいな見え方が結構強くて、結構こっちのニュース番組ではね、コメンテーターとかも読んで、いやそれはちょっと人権がとかそういう話になったみたいなんだけど、でもどこまでやるのかっつったら、徹底してやるんだったらそこまでしないと無理だと思うし、中途半端にしちゃったらね、ちょっと結局クラスター要因っていうのはどんどん増えるわけで、どこまでがね境目かっていう問題は改めて議論には上がってますけどもね。そうですね、パースのその新しい感染者数っていうところではですね、先週はポツポツ1人、4人だったり出てたんですけれども、その4人はご家族で海外から帰ってきたっていう、西オーストラリア州の方なんですけれども、海外から帰ってきたっていうその経緯っていうのが分かってる状態での新しい感染者数なんで、でそれに対してですね、やっぱり、アデレードから来て許可書がない状態で、一応クアランティーという形でホテル隔離されてた子たちは、タクシーに乗っちゃって。いやー、タクシーね、タクシーの運転手さんも実際減ってるらしいのよ。俺も Uber とかね、DD とか、こっちはUber Eats だけじゃなくて、普通に乗り合いタクシーっていうかね、あるんですよ。なので普通のタクシーより安いし、ね、今、留学される方も結構、車買った時は DD とか Uber やってたドライバーさんやって、アルバイトが最初見つからない人とかね、Uber Eats もやってる方も多いし、車の方とかも、Uber、DD の運転手さんがすごい減ってるらしくて、やっぱり感染リスクが高いっていうところなのか、やっぱりそういったところ怖いっていうところで、今、Uber だったりとかね、DD の方の会社から、こっちのパーソンのタクシー会社に要請を出して、ドライバーのその供給を一緒にやりませんかみたいな感じで、それを供給してくださいって。一緒にやってくださいみたいな感じでリクエスト出てて、結構俺もこの前タクシーって感じで DD 呼んだらタクシーが止まって「あごめんごめん」っつって言ったら実際それが DD のタクシー会社なんだけど DD をやってるっていう状況で、なんかもうそのタクシーの店員さん結構キレてたけどねDD とか Uber が来てこうやってもうどちらかしてあげるに結局こうなってタクシーがやってくるなんてナンセンスだみたいな。でもタクシーが常にあるみたいな。ね、本当にその街のインフラっていう意味ではすごい大事なお仕事なんですけど、まあ、こういうことがあるとね、余計にタクシーの運転手今されてる方に関してもやっぱりリスクが高いっていうことでね、まあ、やめたりちょっとしばらく控えようって方も増えちゃうと思うんで、不便さが増すからね。そうですね、まあ、それその辺も心配ですね。はい、でまあ、8月の24日月曜日ですね、今現在、はい、今の今日火曜日なんですけれども、うん、本日の新感染者数というのはまだちょっと出てないので、昨日の、新しい感染者数はまあ1人、うん、で今処理中アクティブケースと言われるまあ、ホテル隔離ですね、うん、されてる方が9人いらっしゃいます。まあ、それは先週続いてその4人の家族だったりとか、うん、海外から帰ってきた方たちがですね、まあ、集まって9人という形にはなってるんですけれども、うん、まあ、引き続きその低い数字っていうのはまあ維持できているっていうのはありますね、うん、西オーストラリア州は。そう、基本的に海外からね、前も伝えたと1日75人かな、これを受け入れてるってところで、まあ、その主に戻りだったりとか、あと企業さんでね、どうしても着任しなきゃいけないとか、帰ってこなきゃいけない、来なきゃいけない人だけ、1日75人迎えてるってことは変わらないんで、まあ、そこの中で、1週間で12着ぐらいだっていうことでは、はい、まあそんなに多くはないとはいえ、まあ、1人が100人、1万人になる病気っていうのもね、コロナっていう見方は、もうだいぶ世の中で進行しているので、まあ、1人でもいる限り、やっぱそこは慎重に対応して、治療して、ちゃんと治った上で試合に出てもらいましょうって対応してます。ビクトリア州が今すごくこうちょっと大変な状況になっているので、うん、西オーストラリア州としてもやっぱりこう自分たちのできることは何かっていうので、うん、保健衛生の、まあ、トップの人がいるんですけど、まあ、その人たちのアドバイスを聞きながら、フェーズ5の、まあ、延期が決定しました、うん、でそれが10月24日の土曜日までですね、うん、まあ、伸びたっていうところで、今全体でまあ延期している期間っていうのが4ヶ月の期間になるんですよね。まあ一番長いフェーズになりますからね、フェーズ4がね。フェーズ5になるとソーシャルディスタンスがなくなるっていう話なんですけど、ちょっと警戒心は持ってねみたいなフェーズ4のこの段階が、まあ、結構長い。まあ、ただね、フッティとかもね、アメリカ、オーストラリアのフットボールリーグ、AFL も今もグランドファイナルパスやるかもしれないですけど、ちょっと話題になってるんですけど、こういったこともね、スポーツイベントも一応今できてる状況なんで、まあ通常の半分しかね、観客席は見られないけれども、でもそれでも日常生活に関してはかなりもう日常を取り戻してる感があるので、まあ、これであればそこまで市民に対して大きなストレスはないかなと。ただ引き続きね、観光業、貿易業、関わっている人たちはとてつもない打撃をね、我々も含めて影響はありますけれども、とりあえずね、安全っていうところで考えると仕方ないですよね。西オーストラリア州は比較的動きやすい環境ではあるんですけれども、やっぱりイベントごとっていうのもですね、そのいろいろキャンセルっていうのが出てきておりまして、パースロイヤルショーっていうのが毎年開催されていて、まあ、いろんなパースの市内とか各地でですね催し事があるショーがあるんですけれども、まあ、これもですねマックウォーさん僕は個人的にはものすごいやりたかったけれども、キャンセルせざるを得ない状況っていうのは発表されました。で、まあ、7月にはですねやりますよってアナウンスをしてたんですよ。その催し物のサポートだったりとか、そういうのとかもまあ提供されてたりはしてたんですよね。で着々とその準備みたいなロイヤルショーに向けての準備っていうのはあったんですけれども、保健衛生のという方の、アドバイスに従った状態で、キャンセルをしますっていう発表がありました。で、マック・ウォーさんが言うにはですね、そのコロナは1人出ちゃうと本当にもうブッシュファイヤーっていって森林火災みたいな感じでもうバッと広がっているから、ちょっとね2万円をキャンセルっていう形でしぶしぶ自分が州知事としての立場で発表しないといけないっていうふうにおっしゃっていて、でちなみにこのパーソナルロイヤル賞キャンセルっていうのがですね、第二次世界大戦以来のキャンセルなんですよ。歴史長いね、農業祭だからもともとね地域で取れたものだったりとか、酪農されてる方だったりとか、そういった方々が、そういったものを販売しながら、大きなファーマーズマーケットみたいな感じよね。それがなくなるっていうことがね、親子3世代とかで行く人も全然多いから、そういった1年に1回のね楽しみがなくなっちゃうっていう多分ところは、やっぱり若者の人を意識するところなんだろうけど、あと思うのはさ、来年3月にも選挙あるじゃない？はい、ありますね。この選挙に向けてやっぱり相当慎重なのがやっぱあるとは思うのよ、ぶっちゃけ。政治家である以上、やっぱり市民の健康とか守るのもそうだし、基本的に政治家ってやっぱマイナス評価の面がどうしても多いからさ、それだからと今まですごくやっぱりうまくこの街をコントロールしてね、コロナの感染を抑制してるっていうのの評価は非常に高いと。ただ逆に高い評価がゆえに、ここからちょっとでも崩れればマイナスのイメージで選挙を迎えなきゃいけないっていうところは、久保さんちょっと辛いところだよね。そうですね。ただ最近ちょっと評価っていうのがいいやつばっかりではなくなってきてっていうのはちょっと現状としてありますね。緊張感なくなってきたからね。そうするとやっぱり人って荒を乱すから。今までが高すぎたっていうところもあるぐらいなので、掃除ではすごくうまくコントロールしてくれてるとは思いますよ。僕も労働党がどうこうとかじゃなくてね、ごはんの手腕っていうところがね、ただあんま選挙意識しすぎてほしくないなっていうのは、多分今回ロイヤル賞に関しては俺もワイズディシジョンっていうかね、そのいい決断だったと思うんだけれども、ここから年末年始、俺がやっぱその先に気にするのは国境を開くか開かないかっていうところで。やっぱりその3月まで国境開かない説っていうのはね、結構今噂だけどもね、強くなってるところで、やっぱりその選挙に向けてここで国境を開けることによって自分たちが選挙をね、最後の最後失敗したみたいなニュアンスを作らないようにそこを開かないんじゃないかっていう憶測が今多いんですよ。そこに関してはね、あんまり慎重すぎちゃうと逆に本当観光業だったりとか貿易業の方に関しては辛いけどもね。ただね、その人だけじゃないっていう話が今度次のニュージーランドの件、ニュージーランドの件でちょっと出てきたんですね、吉川さん。はい、ニュージーランドの件はですね、オークランドロックダウンっていうのがですね、8月の30日までですね、延長っていう形になりました。本当だったら8月の26日。に解除するっていう感じではなってたんですけれども、ニュージーランド全体で公共交通機関を使うのであれば、マスクは必ず義務付けられているっていう形にはなっていますね。すごいよね。だって感染者数が数人とかいうレベルでも、一番最初の時もそうだけどさ、感染者数、市内感染1桁でもロックダウンしちゃうんだからね、ニュージーランドは。だからすごい厳密だよね、そこに関してね。ただその警戒レベルっていうのは3だったんですけれども、それは2に抑えられたっていうので、2に下がったことによって学校とか店舗が再開できたりとか、ただその集会っていうのは10人だけですよっていう感じでは規制はあるみたいなんですけれども、でもただその地域ではもちろん異なりますルールっていうのは、ただ結構徹底しているなっていうのは印象がすごく強いですね。いや、徹底してますよ、本当にすごいと思う。ニュージーランドのね、最初の当初の規制っていうのは多分世界的に評価高かったし、今回も数人ではあっても。その市内感染が急にね、帰国者っていうわけでもなくポンって生まれたから、やっぱ荷物感染じゃないかとかね、やっぱウイルスの突然変異だとかいろいろ言われてますけども、やっぱ原因が分かんない以上は広めないためにもうそこはロックダウンするっていうところはね、すごいやっぱりこうニュージーランド、オーストラリアに関しては対策がめちゃくちゃ早いし厳しいっていうところでね。そうですね。クライブ・パーマーさん、こちら皆さんすごく気になっていると思います。前回の大富豪対パースってやつね。で、その前回はそのパーマーさんがWH に30ビリオンっていうのを払ってくれたらこの国葬は取り下げるよっていうので話をしてたんですよね。でそこで WH としてはパーマーローみたいな感じでエマージェンシーローっていうのを提出してこの法律が通るか通らないかみたいな感じのまま終わってたんですけれども。実はですね、そのちゃんと、法律通りまして、ダブルエッシュが勝ちました。ダブルエッシュのボーダーですね、それは開かないというので、まあ必然的な結果だとは思うけどね、結局炎上商法じゃないかっていう話も結構あるし、無駄な努力だとは思いますけどね。で、反対側のですね、東側どうなっていいのかっていうところなんですけれども、ビクトリア州ですね、8月24日、昨日の新しい感染者数っていうのがですね、116人っていうので、死者が15人になりました。で、まあ、実はこの数っていうのは7月の5日以来の低い記録っていうふうに言われていて、なのでだんだんといい兆しっていうのが見えてきているんではないかっていうふうに言われてはいるんですけれども、やっぱりいろんな人はまだまだ油断できないよっていうので、もちろんそうなんですけれども、いろんな意見が飛び交っている状態ではありますね。そうね、700何人とかね、2、3週間前を考えると、確かにね、先週ぐらいまで200から250ぐらいが多くて、で亡くなる方もやっぱ20人前後っていうところから少し落ちてきたってところあるけど、繰り返しになるけどね、1人でもいたら危ないって言われてるのが百何十人いるっていうのは、オーストラリアの中じゃもうやばいんですよ。日本はウィズコロナでね、もう宣言してコロナと共存していくっていう形でスタイルでやってて、なんかちょっと BCG の話とかでさ、ちょっと免疫力が違うとかっていうこともあるのも含めて、ちょっと違う対策をしてるけれども、オーストラリア国内だけ見ると、もう1人でもいたら危ないっていう判断なので、百何十人いるっていうところで、よくはなってるけど、全然気は抜けませんよっていうところはね、引き続き政府の方も喚起してるっていうところが実情ですね。で、それに伴ってですね、ワクチンの開発っていうのが話に上がっておりまして、今すごいね、ニュースが、そうですね、こうやってるよね。スコット・モリソンさんですね、オーストラリアの首相なんですけれども、そのワクチン開発のオックスフォードの大学と一緒にやってるんですよね。ワクチンができたら、全国民、オーストラリアの全国民に無料で提供しますよっていうふうなお話があります。で、あとはそれを義務化するかどうかっていうのを検討されているみたいなんですけれども、そうね、でもイギリスだとね、半分ぐらいの人がいやらしいよ、子供にワクチンを打たせるのが。結局通常さ、俺も製薬会社も働いてたからね、その薬ができるまでの経緯っていうのはいろいろ勉強したりとか自分でもね調べたりもしましたけど、基本的に5年前後かかるんですよ。早くても3年とか、それを今1年以内で作ろうとしてるから、その副作用調査って言われるものがね、あんまできないんですよ、実際。その服用して1年後に副作用出たり3年後に副作用出たりとかっていうこともありえるわけ。それが今この1年に急に作った薬だと分かんないから、結局やりたくないっていう親御さん、特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭に関しては、イギリスでは約半数にあたる 45% ぐらいかな、の方が両親が反対しているというデータもあったりして、一概にね、全員がみんなワクチン打ってくれて、それでじゃあ安全ですっていうかっていうと、そこで急に副作用出ましたとかになったら、それもそれでやばくなる可能性もあるから、やっぱワクチン出たからといってやっぱり本来安全とは限らないっていうところでね、これもやっぱり難しいところですよね。ちょっとワクチンのニュースは、引き続き私たちもチェックするので、次のニュースの方でもお話できたらいいかなというふうには思っています。はい、こちら最後になるんですけれども、アデレードですね。アデレードがですね、その8月16日に貿易相がですね発表したのが、300人の学生さんが9月にですね、パイロットプログラムっていって、その一部としてアデレードの方に入国するっていうプランがあるみたいなんですよね。で、その学生さんっていうのが、中国とか香港とか、あと日本の学生さんも含まれているので、ちょっと留学っていう部分ではですね、進展があるのかなっていう話が気になっているところではあるんですけれども、ただその入学希望の方はですね、そのアデレードでやっぱりホテル隔離とかしないといけないので、その隔離のためのお金は自分でちゃんと払える人が来てくださいねっていう感じなんですよね。で、大体$3000って言われてるんですけど、25万ぐらいね、日本で。で、留学っていうところをちょっと編集長に見解をお聞きしたいなと思います。そうね、ACC の動画の方でもちょっとこれ触れたいなとは思うんですけど、WAC も本当はやりたいところはきっとあると思うんだけれども、WAC に関しては今までの動画でもお話している通り、資源マネーがやっぱりすごい豊富なんでね、そんなに困ってないというところもあるし。やっぱりマクゴーランさんとしては、まあ、とりあえず現状、まあ、年末以降は分かんないけど、現状はとりあえず国境を開きたくないっていうところはね、まあ、州境も開かないし、国境も開かない、それで安全を保った上でワクチンができるのを待つみたいなスタンスだと思うんだけど、まあ、どちらかというとアデレードの方がやっぱ外貨も必要だし、まあ、どっかの州がね、まあ、犠牲になるわけじゃないけど、まあ、手を挙げて、まあ、とりあえずまず留学生来て大丈夫かどうかっていうのを検証しなきゃいけないっていうところがあるわけですよ。まあ、その確認に関して、大きな都市でやっちゃうとクラスターバーンだからさ、はい、中小都市でなるとアデレード、パース、まあ、ブリスベンとかのちょっと他の都市が近いから、ゴールドコーストもあるしさ、はい、でなのでパースかアデレードだったんだろうけど、やっぱり今でパースは開きたくないって星が強いんで、多分アデレードの方がやろうかって話になってたと思うんだけどね、でも早めに動いた方がいいと思うよ、実際。特にその2週間のこのホテル隔離のね、$3000ぐらい払えるんであれば、やった方がいいと思うけどね。まあ、ACC 的にもビジネス的にも助かるのは確かにあるんだけど、はい、でもぶっちゃけ ACC でサポートさせてもらってる人はそんな余裕ない人ばっかりだから、多分あんま来られないとは思うんだけど、まあ、とはいえね、やっぱ大学とかでさ、もうこの時期にスタートしたりとか、どうしてもそういう時期をずらせられない人たちもいらっしゃるわけ、それで$3000ぐらいだったらいいよっていう方も全然いるし、やっぱその留学関係のね、ビジネス関わってる方々、学校ももちろんしっかりだけれども、今かなり死活問題になってるところは多いと思うんで、やっぱ少しでもこう動きを出すことでね、やっぱ他の州でも、留学生でこういう形でやってれば大丈夫だよという実績をアデレードが作ってくれて、そこに後からってありがとうっていう感じで乗っかるような感じにはなってしまうけれども、まあ、その開口としてね、その一つ、そのブレイクスルーとして、アデレードがそういった形でやってくれることは、まあ、パースはじめ、他の州にとってもね、すごく大きな貢献にもなると思うし、ありがたいところだと感じます。まあ引き続きその9月に入国するっていう予定ではあるので、まあ新しい情報が入り次第ですね、また他の WA 州の最新のニュースだったりとか、そういうところも含めて皆様にお伝えしていきたいなと思っております。動画の冒頭にもお伝えしたんですけれども、本日流す予定だった動画っていうのが8月の27日の木曜日に変更になっております。ご了承ください。はい、では次回の動画でまたお会いしましょう。失礼いたします。